はい、こんにちは。おはようございます。第27節、山形のホームゲーム19時の中継になります。おそれがあるゲームの頭まで、それをしっかりと自分たちのホームゲームを示して、最高の形で、今週の1週間締めくくられるようにしていきましょう。たくさんいましたね、今日は。立ちます。みんなで行かせてください。行きましょう。スカートから行きましょう。2007年から2011年まで山形に在籍していました。左に展開、山口は守備の時間が続きます。勝負に行ってクロスが入った、ゴール前ヘディング、関のセーブ。最後詰めたのは中村敦拓のヘディングでした。話をしています。その前には182センチ菊池康介の姿もあります。菊池がニアに入って、菊池だー、いやーナイスですね。ゴールキーパービックルファインセーブ。まあ、非常に山田立ち上がり、まあ、セットプレーで危ないシーンありましたけどね、はい、ここも幅を使ったいい攻撃できてますよね。スピードのある加藤大輝にボールが出ました。クロスが入ってヘナン、こぼれたシュート、ビニシウス、もう一度いけるかというところでしたが、山口なんとかクリアしました。まあ、ここは非常にいいボールだったと思うんですが、このヘナン選手来たボールを、まあ、トラップしようと、まあ、フリー、まあ、攻撃に関して山口の渡辺進監督が、さあここはチャンスですね。池上ジョージ前を向いて中央から田中航の左足、うん、強烈ビクトル弾きました。ちょっと揺れましたね。はい、シンプルに前線に草野キープしてシュートだー。前半38分、先発起用の期待に応えてみせました草野勇気、ホームの山口先制です。まあ、ここ何でもないプレーなんですが、オフサイドはないと思いますが、この競り合いのところでちょっと後ろから草野選手が体を当てて、まあ山崎選手はちょっとバランス崩してますよね、はい、でこれ手も当たっているので、ハンドでもないのかっていうところですけれども、まあ笛が鳴らない限り草野選手はプレーをやりきって決めきったっていうのはね、素晴らしいですし、山口としては人数足りてましたけど、単純なランニングに、はい、ただここは草野が抜けて右足で流し込めるか、ゴールキーパービクトル。
さこのボールキープして山口落として石川ファーサイドフリーだ河合歩夢ゴール前には草野がいるぞ草野フリーシュートだー押し込んだキャプテンの池上ジョージ今シーズン初ゴールは山形相手に貴重な勝ち越しゴールだそうですねここでもキープじゃなくてね前にプレーしてこのサイドチェンジもよくてまあここがギリギリでしたけれども甲斐選手が前に止めれたことで最後ね選択肢たくさんあって草野選手をチョイスしたと思うんですけどね、はいまあ、ちょっとディフェンダーも触ってますかねコース変わった瞬間ギリギリですけどね本当に今日は90分通して勝ててホームでも勝ててよかったかなと感じてます、これからももっともっと勝ちを皆さんにお届けできるように気持ちのこもったプレーを見せていきたいと思います、これからも応援の方よろしくお願いしますはい、続けましょう。お疲れ様でした。
ゴー。